これです、ここです。でかい、すべてが高すぎる。信州観光ホテルって書いてあったかな、確か。うわ、当時はもう豪華絢爛で、ね、高級なホテルやったと思うんですけど、今はもう朽ちてますね、だいぶ。で、窓が完全に全部ぶち壊されてるんで、バレたらもうバレバレなんですよね。とりあえず中に入る、まあ、この辺からちょっと探しましょうか。上に上がらないように。ゴミの山、ここなんでしょうね、何の空間やろ、ここは。すげえゴミの山やな。たまにこういうゴミの中にも一部すっげえレトロで貴重なものとかもたまにあるんですよね。あ、新聞社っけ、1996年4月29日平成8年96年ぐらい続けたのか。そして消火器の山、豪華ですね。絶対ここ高級ホテルだって当時は。はてな、2002年ワールドカップ FIFA 日本誘致、実際に2002年に行われましたね、ワールドカップ、日韓ワールドカップ。うわ、斜めってるし、完全に斜めってる。なんか自分もなんか感覚がおかしくなりそう。全く何の部屋か分かんないですね、これだけ壊れてると。カレンダー発見、1997年。ここは受付室か、カウンターですね、ロビー。お、落書きが。そして鏡、一面鏡、そして謎の椅子。どっかにパンフレット落ちてないかな、当時のパンフレットとかね。ああいうの好きですけどね、見るの。またここがほんの一部っていうのがびっくりしますけど。うわー、これやば。左が階段で右がエスカレーターやったのかな、これ。ちょっと待って、これ右よ、右がね、とんでもないことになってると思いますよ、これ。うわー、いやー、ここ当時、またみたいな、向こうまで。もう年月経ってここ崩れちゃったんですね、完全に。ってことは今自分の踏む場所も危ないのか。向こうの方がやばいな、多分。向こう木材なんで、ねえ。もう完全に向こうに行けないですね、これ。こっちはまだ鉄筋コンクリートやから行けるけど、まだマシやけど。お、黒4。関西電力。黒田ダムですね、これ多分。
の案内図で、これはカラオケのなんか歌うやつ。この辺は何これ、お酒ですかね。お酒、パンフレット探そうか。ね、唯一ここからじゃないと上向こうに行けないですね。この反対側には館内の案内図。今我々がいてるところどこやるの、これ現在地分からんな。今どこにいてんやろ。あ、ここか。フロントロビー、おそらくこれフロントですよね。うん、あ、下駐車場やったのか、あれなんかゴミいっぱいあったところで。このエスカレーター、これですよね。ここがこのエスカレーターと。うわぁ、7階まであるのか。いやぁ、でけぇなぁ。ここもね、あの病院みたいに大きすぎるんで、もうこっち側だけちょっと集中的に行きましょうか。ね。この、こっち側。こっち側ちょっともう後にして、優先的にこっち行きましょう。1から7まで。ゲームコーナーとかあるところ。で、この中広場ってところがもう完全に崩れちゃったんか、さっきのあの真ん中の位置か。なるほどね。なんかこの辺に宣伝のやつが、あれなんでしょうね、川なんでしょう。さて行きますか、バレぬうちに。いざこの暗闇の階段を。暗すぎるだろう。この上上がるとすぐにゲームコーナーがあるんですかね。わっ、くっそ不気味やなこれ。一気に静かになりますね、この辺から。明かりも一切ない。落書き、これエスカレーターも完全になんかプリントられてるのかな。さて探索を。これ床かな。そしてソファーがあって、危ないな、見ちゃうよ。マスクつくの忘れてた。今ね、下にね、人いたんですよね。普通にこの背景眺めてました。見られたよな、あれ。一回どうやって行く、ゲーセンどこやろうな、これ。もうゲーセン通過しちゃった。今3階か。3階に出るのか。なんか、飾ってたんでしょうね。展示してたんでしょうね。で、郊外の湯、万葉の湯3階。エレベーター開いてる。それを3つとも。
ここね、なんか座る場所だったのかな。湯って書いてあったんだけどな。この階段渡らんと行かないのか。あ、やちゃうわ。今1階は合ってるわ。で、3階か。上に湯がありますよと。今1階です、やっぱり。ゲーセンちょっと見たいな。人いてるかな。やっぱ人いてました。やっぱ人がいてた。ちょっととりあえずここから上行きましょう。見られないように。もう2回見られてますけど。2回見られてるけど、私は進む。あ、まだ書いてある。万葉の湯、3階。見えるかな。書いてましたね。でもこれ今2階ですよね、位置的に。ここか。なんか大広間的な場所ですかね。長野県って本当にこういうでかい建物多く見られますね。当時バブル時代とか、ね、軽井沢もそうですけど、有名どころだったんでしょうか。そしてこの気になるこの万葉の湯、郊外の湯。宴会場ってなさっきのところ会議室と書いてるし。今2階なんで、この3階に行けば、この3階に行けばあるはず。展望館なんかあったかな。ルーム201、204って書いてるけど、まだ見てないだけか。くっそ見えてるわこれ。バリバリですわこれ。顔に元気が見られてる。さんが来ました。作工が言ってた万葉の湯とか書いてあったとこじゃないですか。暗いな。ちょっと広めに作られてますね。大人数が泊まる場所か、それともVIPルーム的な。頑張れる。さっき下で見てた人上がってくるのかな。カメラ持ってたけど、撮影終わってから来てほしいかな。おやっと見た。発見。しかも一部クラブ。お楽しみの二次会ご案内クラブ。これ何階でしょうね。当時のホテルの外見。